回酸っぱい勢力に政権取られてしまうと恐怖支配が始まるんだよ。トースポウェーブ2021年11月22日隠れ SOS か、中国行方不明選手の自撮り写真に写った絶対タブー。記事によりますと、75歳の元中野国の副首相張高麗ってやつに性的関係を強要され、不倫関係になったことを告白し消息不明になっている女子テニスの彭帥さんの自撮り写真に、中野国でタブーとされているあのキャラクターが写っており、物議を醸している熊野プーさん、習近平さん、可愛いのにな、プーさん、あかんねんて。21日国際オリンピック委員会は、彭さんが会長のトーマス・バッハと30分間のビデオ通話を行い、彭さんの安全を確認したと発表。中野国の首都の北の京って書くところの5つの輪に向け、なんとか騒動を終わらせたい中野国政府と IOC の姿が浮き彫りになった。今年日本で行われた折々の話題とか YouTube 様お嫌いになるので、はっきりくっきりしゃっきり言わん方がええような気がすんねん。ややこしい時代やな。これまでもきな臭い無事アピールが行われた中、話題を呼んでいるのが彭さんの自撮り写真。中野国の国営メディア CGTN ってところの陳さんって方が自身のツイッターで紹介した3枚の写真のうちの1枚だ。彭さんがパンダのぬいぐるみを持って自撮りしているが、その中で額に収められた写真に熊野プーさんの姿があるのだ。中野国では習近平さん、国家主席がプーさんに似ているとネット上や海外メディアで指摘されて以降タブー視され、禁閲の対象になっている。大人げない、プーさん可愛いでしょ、僕も可愛がってねみたいな、可愛げが一切ないよね。威厳の方が大切やねんよな。まあ、中野国ってメンツ第一やから、ドラマとか見てたらメンツを潰してはいけないってセリフに入るほどメンツを気にする人たち。私は敵のメンツって潰すために存在してると思ってた。で、海外メディアでもこの新現象が注目される中、パイナップルの国の英字新聞は、日本と国交がない友好ムードを作ろうとしているところ、パイナップルのところ、プーさんのいる意味を分析。ネット上で中野国のトモさんの、トモさんって共産党のことやねんけど、中野国のトモさんの監視の中で話しているという隠されたメッセージなのではないかと噂されていると、彭さんの真の SOS アピールなのではと伝えた。逆に言えば、あえて検閲せずに通し、中野国には検閲なしをアピールしたとも取れる。いずれにせよ、彭さんも中野国では検閲の対象で、検索しても関連ニュースは出てこない。怪しさ満点となってきたこの問題、誰もが納得のいく対応が中野国の政府から出されるのだろうか。出ないでしょう、だって友さんなんだもん。中野国の友さんは日本共産党と同じ組織なんですね。コミンテルンと言われている国際共産党の一支部同士。コミンテルンも消滅したことにはなっております。コミテルの、コミテルってコミンテルのことで連呼しないようにしてるんですけど、コミテルの指導団体が自由なおそうめん屋さんなんですね。世界各国に強力なネットワークがあるおそうめん屋さん。お目目一つのところで、私は戦時中までに出版された先人の書で歴史の真実をごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。この世の中は世界を牛耳る大きな勢力がございまして、それがおそうめんやねんけど、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義はその勢力のトップの方の人、やゆよの言うのところが作ったんや、揉めさせるために。で、資本主義だけが自由に楽しく暮らせるんですよ、限られた範囲で。社会共産は必ず辛い思い、痛い思いをさせられます。だから絶対選んだらあかんし、罰ゲームのような人生が続くようです。で、共産国で行われていることは我々見て見ぬふりしかやったらあかんのよ。私たちは
首を突っ込んではいけません。統一戦線工作を言うて、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作というのがございまして、あの人たちかわいそうでしょ言うて、なんとかしないといけないって立ち上がらせようとしてるやつらって、赤い酸っぱい勢力の工作員の可能性大。中の国で行われているぐるぐる問題とか、あの人権の最初にういってつけるやつ、シャーベットみたいな名前のところの問題とか、もうほっとくしかないよ。シャーベットみたいな名前のところのダライガマのおっさんは、アイムマルキスト、ステールマルキストを言ってカミングアウトしててんけど、マルクス主義者なんですね。共産主義者っていうことです。で、全然関係ないんですけど、私個人的に、ブータンって幸せの国なんやろうかと。まこちゃんがブータン行った時、行きと帰り、違う人出てきたっていろいろ見てて、ウィキ見てたんですね、ブータン王国。1644年、シャーベットのところ、ダライラマー政権による攻撃で、何度か攻撃してんのよ、ブータンを。本当に悪い勢力やねんなって見たんですけどね。日本の保守活動とかなさってる人たちって、ダライラマのおっさんと仲良いしてんねんけど、なるほどって見たんですね。日本で保守を言ってやってる人たちって、お隣の藩の国、関ともいうところの宗教団体のメディアで活躍している人たちやから、統一戦線工作をやってはんのかなって思って、私は一切関わらない、見ないって決めたんです。この10年全く見てないから、コメント欄に名前書かれても、へぇって感じで、塩対応でごめんね。保守活動とかやってる人たちの動画貼られるとめっちゃうざいので、URL 貼られへんようにしてんねんけどね。関わるとストレスになる、めんどくさって思ったら、シャットアウトしておく方がええよ。そんなに時間取られるのって、バカバカしいやん。友さん主義の人たちって、上からの指令によって動かされてて、この世の中には本当に工作員います。石化工作員言うて、石化っていうのは赤く化けるって書くんですけど、思想を共産主義に変えることやねんね。その場を混乱させて破壊に導くのがお仕事で、味方のふりして近づいてきてはめ寄る。で、北の金ちゃんの国の主体思想って書く父思想は、敵の懐に飛び込めと教えられてるみたいで、ほんまにピチョって入ってきよるのよね。で、入られたら、観察材料として、ウェルカームやねんけど、だんだんイラってしてくるから、突然ババ怒りして出て行ってもらうっていうのをやってきてんけど、左の翼の自己批判知ってしまうと、ついつい任務を遂行させてあげない。皆さんも、人間関係において、めんどくさ、わ、こいつ何と思ったら、あっさり切る方がええで。人間関係において、分かり合おうと努力するのは時間の無駄。対話や会話なんてしてやる価値ないやん。心のシャッターガラガラシャーンって閉めとけば安泰に過ごせるわ。とにかく日本を中の国やキュウリみたいな名前の国、最後はカンボジアみたいにしたくなければ、赤い酸っぱい勢力を受け付けない、お話聞いてあげない、選ばないっていうのが最善の方法です。